この動画を撮影および放送するにあたってですね、どうしても最初に伝えておかないといけないことがございます。それはですね、この動画を通して私がですね、コンビニの売り場はね、どうなっとるんじゃ、コンビニのね、その商品の管理とかやってる人はどうなってるんじゃとかっていう批判をしようという動画ではないということを最初に、冒頭で伝えておきたいと思います。というよりもね、むしろ、コンビニというのは、日本のコンビニというのはね、どの、大手各社さんどこもですね、相当その、売り場の効率化というのを徹底的にやっておりまして、私もね、発注とかをやっておった身でございますからね、いや、すげえなぁと、いつもね、見とってね、ここで何やかんや言ってね、欲しいものがあるじゃないですか。ね、あの狭い店内の中に、何やかんや欲しいものがあって探したらあるっていう、このね、アイテムのね、揃え方とか、やはりね、お客様のニーズに沿った、作り方っていうのは、これはやはりもうすごい、これは世界でもトップクラスの売り場を作っているんだ、ということで、尊敬をしているというのを大前提に置いた上で、今回の動画をやっていきたいと思いますので、そこのところはご了承ください。ということで、こんにちは、山田と申します。今回はですね、どういう動画になるかというとですね、コンビニね、今言った通りコンビニってね、まあ、いろんなね、まあ大手4社さんとかって言われますけど、ありますよね。で、そんな中でですね、コンビニ、まあ私もね、言うて使いますよ。特に最近はね、深夜業にね、やったりすると、朝のね、3時、4時とかにね、仕事終わって帰ってくるとね、まあなかなかね、やってるスーパーもね、少ない、限られてきますから、まあね、四日市なんで、最初ね、マックスバリューとか、まあラムとか、トライアルとか、まあ空いてるところはね、空いてるんですけど、やはりね、なかなか少ない。ということになってくると、やはりですね、コンビニというのはね、ありがたい存在でございますわけでございます。ところがですね、やはりコンビニというのをね、改めて見てみるとね、これ一体誰が買うんや、本当にこれはニュースあんのかってね、不思議に思う商品が置いてあったりするわけですよね。いくらなんでもそれを買うんやとおらんやろとね、いうようなやつとか、よう見てるとあるじゃないですか。そういうのをね、紹介していこうというやつでございますね。で、なんならね、コメントとかでね、いやいやいや、これ結構これ重宝してるよとかっていうね、のがありましたらね、ぜひコメントでね、ぜひどんどん反応していただきたい、ところでございます。店員さんとかでもね、いや、結構売れますよって、とかっていうのね、教えてもらったらいいかなと思いますんでね、ただ私の中で見てて、ね、コンビニ見てて、いやー、これは買う人いるのって、やはりね、思うと、今日はね、やっていきたいと思います。ということでですね、今日は第1弾ということで、セブンイレブンに寄ってきましたというわけでございますね。ただね、やはりね、こう改めてね、見てみるとですね、やはり、これに合わせてですね、やっぱりいろいろとくまなくね、売り場をチェックしてみたわけですよ。で、ずーっと見てるとね、あれ、これもこんなところで買えるんやとかね、あれ、これって意外とこんな値段で買えるんやとかって言ってね、あれ、あんまり別にスーパーとかとあんま変わらない値段で買えるんだって言って、お得なやつとかね、漂白剤と80円ぐらいで売ってるんですね、普通に安いじゃないですかって言うのでね、あれ、いいなと思ってね、なんやかんやとね、買い物しておったらですね、実はですね、結局ね、1700円か、買っちゃいまして、バックして買ってしまいました。あれっていうね、ことになってますけどね、しっかりと貢献してきたんでね、そんな中でもね、さすがにこれはっていうのを、今回は紹介してみたいと思います。ちなみにね、何買ってきたかとかっていうのもあれですけどね、っていうのでやっていきましょう。最近キャッチを入れるようになりましたからね、多少こういったね、間を入れないときにっていうのをすっかり忘れてね、そのままガーってやってしまいそうになりますんでね、ということでね、まあ普通に買ってきたのはこれね、夜食用のね、ホットドッグとね、あとね、これが気になったね、なんかえらい、チーズ、あ、こういうね、ね、最近ね、単価高いけどちょっとうまそうなもんやっぱ出してきますよね、ってことでね、そう、398円なんで、さすがにね、やっぱお値段がするだけのことはあって、ボリュームもしっかりとある感じなんでね、そうそうそう。最近ね、言うてね、お弁当の底上げとかはね、どうなんやっていうね、気持ちはありますからね、あれなんですけど、まあでもあんまり、こんなね、だったら買わなきゃいいだけの話なんでね、あれなんですけど、こういうふうにね、ちゃんとボリュームもあって、まあ398円でこれだけボリュームあったら、
いいじゃんってね、言うんだよね。ちょっと試しに買ってきました。これは最後また食べながら雑談動画を撮ろうかなと思ってますんでね、今回シフトを外しますんでね、で普通に美味しそうなかね、このカレーパンね、この辺りを夜食にですね、食ってですね、お酒でも飲みながらってことなんですけどね、そう、この辺りからちょっと本題に入ってきます。ね、まずね、目をつけたのがですね、見切り品コーナーがあったんですよね。やはり見切りになるっていうことはニーズがなかったってことでしょうしね、しくったってことだと思うんで、じゃったらそこのところら辺とか見とったらあるかなと思ってね、見とったらね、これはなんで見切りになったんだろうなって感じなんですけど、これは何、お串だっていうね、これ多分清酒ですよね、お酒だよね、清酒ですね、日本酒、3割引きでですね、500ml がですね、じゃあ、これ 900ml 入りでですね、なんと323円というですね、普通に安いじゃん、いいじゃんっていう価格になっておったんでね、やった、買っとこうということでございます。もう普通に 900ml で600円だったら、まあ確かにそんな安、くそ安くはないですけどね、うん。いいじゃないですかってことですね。これは、清酒、まあ、いわゆる普通の清酒ですね。っていうところでございますね。辛口が好きで、ちょうどいい。私、辛口が好きなんでね。いいや、ってことでね。これを、晩酌にしながらですね、やっていこうかなというところなんですが、他にはね、どんなのがあったのかというとですね。ちなみに、で、普通に気になったのはこれね、やっぱ新作のストロングゼロがあるとね、やっぱ飲んじゃうんですよね。ということで、この辺りとかね、飲みながらもうやっちゃおうかな。いい？開けていい？もういい？いいですよね。うん、すいません、いただきます。仕事までなんでね。みかんだと、ストロングでもその結構、みかんって甘みとか味が強いんで、いいですね。あんまストロング感ない。怖いな。これストロング感ねえぞ。ごくごくいけちゃうから、これちょっと気をつけた方がいいかもしれませんけどね。重いっすね。普通につまみなくてもいけるな。まずいぞ。ということでね、他にはね、気になったのがね、あれね。これは普通に買ってきたやつだね。セブンイレブンのアイス。こんな金のアイスなんて あったっけね、知らなかったんでね。いつもパフェみたいなやつってでわかるかな。あれを買うことが多いんですけどね。セブンに行くと。それがコーンのやつね。でもコーンは、あれか。ファミマの方が多いかな。なんてこと、まあいいや。ね。ってことで、なんかセブンプレミアムゴールド。ね。セブン&アイプレミアムゴールド。まさに金のアイスってことね。ちょっと気になったんで買ってみました。まあお値段は普通にだから品種もね、アイスクリームになってます。これがあれなんですよね。ラクトアイスとかになってると乳脂肪分が、ね、少なめになっておったりとかそういうので、アイスクリームって商標になるってなると乳脂肪分とかそういった牛乳の含まれている成分の原料費とかが、ちゃんとね、高い、ミルキーなやつでないとアイスクリームとは書けないですよっていう。これは登録商法の食品衛生法、どこだっけ、衛生法じゃないよな、で決まっているということなんでね、コートリか、コートリの方がということでね、いうことなんで、これは気になるなってことで買ってきます。私はお酒を飲みながら普通にアイスとか食べちゃう人なんで、このままお酒の晩酌にいただこうと思います。で、この辺りから本題に入ってきますと、あとはね、この辺りやっぱ見切り品コーナーってことでね、見切り品見ておったらね、こんなのがあったんですよね。3割引き、ちょっともう商品名バカバカ被っ、隠れちゃってますけどね。これね、炙りサバの生姜醤油ってことで、別にマスクはなさそうなんだけどね、売れなかったんでしょうね。やっぱ缶詰とか、この手のやつは、定番のは多少売れるんでしょうけど、あんまり、こういった感じのやつになってくると売れないのかもしれませんけど、まあでも酒のつまみにはちょうどいいかなと思ったんでね、まあちょっと買ってみました。3割引きでね、181円になってますよ、というやつですね。よかったよかった。で、あとはね、違う、これね、181円からの3割引きだ。ですね。で、あとは、これね、トナも売ってるんですね。火とか、入浴剤ですね。入浴剤もね、
売ってんだと思ってね、定番棚見てみたら意外といろんな種類置いてあって、あのメディキュアとかも置いてあるんでね、あのいわゆるあのちょっと高めのね、あのガッツリ効くタイプのやつからあのバラ売りで売ってるんで、あでもバラ売りで買うんでね、ちょっと今日一発かましたいなっていう時にはね、なんか怪しいあれじゃないですよ、単にちょっと疲れがねトトッときてね、木曜日とかにね、というか火曜日でね言うて来てるんでね、あちょうどいいや、うん、これでちょっとあのかましてもらおうということでですね、効きそうなやつでね、半額157円の半額なんで、ってことは普通にあのまとめて買うよりもいいんじゃねえのっていうね、やつなんで70円くらいでね、やるラッキーってことでね、なんか普通にお得な買い物いろいろしとったらね、まあ、結局あの2000円近く買ってるんで、なんかまんまとセブンイレブンさんの受注にハマってる気もしますけど、まあでもそこに書いたらいいかなというところですね。基本的にあのコンビニエンスストアさんは単価700円以上にするっていうのが一つあのキーワードになってますからね。そう、平均客単価700円以上、700円っていうのがあの目標目安になるみたいですよね。うん、あのスーパーだとこれが、2000円だったかなどうとかっていう風に変わってきますからね。そのあたりもね、まあその分つけるメリットを出して安く売りますよっていうふうな風なところもありますけど、今回のこうね、一番のお題はこれじゃないです。ということでいろいろと見てきましたけどね、ついに見つけました。やはり半額とかでね、買っとったらお前はお得しとるやないかって、ね、言われそうなんでね、普通の定番棚でね、一生懸命探してました。そしたらいろいろと気になってね、まあ、これも欲しいな、これも普通に欲しいなっていうのがいっぱいあったんで困ったんですけどね、ついに見つけましたよ。これはさすがにコンビニで、昔ならあれだったかなと思いますけど、今これをコンビニで買う人はいないだろうという商品を見つけてしまいました。それは何かというとですね、若い子知ってるかな、これ。じゃじゃん。マクセルの CDR。わかる？若い子わかるかな？私もね、言われてみたら、昔はね、あの、私なんかもね、あの、CD 焼いたりすることよく ある人だったんでね、あの、ね、昔からお付き合いの人だったらよく知ってると思うんですけど、家でね、あの、オーディオでかける、車でかけるオーディオとかよ、CDR でね、音楽焼いてね、よくかけてましたからね、っていうところなんですけど、あの CDR ってなんとね、コンビニでまだ売ってるんですね、147円、150円くらいでした。でね、買いましたよ、ということで。あ、ここに書いてあるね。多分、マイナス率、多分、値段書いてある。レビュー、値打ちしてあるね。154円ってことでですね。税込み154円。いやー、売ってるんですね。久しぶりに見たわ。だってもう、フラッシュメモリーとかが出てきて、クラウドのね、あの、やつとかがバーッと出てきて、もう、私も Google ドライブと、クラッシュメモリーね、SD カードの、メモリーで 132GB のやつをね、何枚も持ってますから、あの、ビデオカメラで撮ったりもね、する兼ね合いで、かなり SD カードを多めに持ってるんです。ね、まかりないの YouTuber で。で、いうことなんで、それでね、全然コスト足りてるんで、そういや CDR っていつから使ってないの？昔はデータのね、そのやりとりとかって言ったら CDR、もしくは DVDR っていうのね、主流だったんですし、CDR の場合はね、そのまま音楽をですね、あの、CD、ね、あの、レンタルとかで借りてきた CD とかね、まあ、普通に、私買うことが多かったですけどね、水木奈々さんのね、CD を買ってきて、中に入れてですね、小池栄ちゃんも入れてですね、田村ゆかりさんも入れて、小倉優ちゃんも入れてですね、そのあたり入れてで、ね、リミックスをしてですね、まとめてね、うん、CDR に、ね、まとめて、で、その、まあ、で、焼き上げたやつを、車でかけたりとかって言ってね。昔の方だったらわかるかな。これがね、昔はこれが、もう一つ前になると MD になってね。MD の前がカセットテープっていう感じの、流れだったんですけどね。CDRW はさすがになかった。昔はね、これの W ってあって、何回も、ね、あの書き直しができるタイプとかっていうのもあったんですけどね。これは、あの、一回だけですね、のやつだけなんですけど、が売ってましたね、ということですね。ちなみに、用途は、データ用のやつになってるらしいです。なで、700MB サイズの方ですね、650と700、やっぱね、650、
そう、あ、何や、やったら安いやと思ってパッて買ったら、何や、これ650やったってことで、ありましたね。でも650は650、使い勝手別に悪かったかって言ったら、うん、別にね、あれでしたけどね、うん、本当に余地やとか、あれやりましたからね。音楽で使うってなると、あと1曲が入れれないとかっていうことになるっていうのはありましたね、っていうところですよ。ね、あとは、インクジェットプリンターは非対応ということで、そう、あの昔はね、インクプリンターもですね、CDR プリン印刷対応のプリンターか、私も持ってましたよ、キャノンのやつで、と CDR トレイとかあってね、それでガチャンってやるとね、CDR のところに、その対応のやつだと、ここが印字ができるようになっておいてね、それでね、書いたね、やつとかをね、持ってましたね、それで機能をかけてましたね。さあ、懐かしいなっていう思い出もあるんですけど、もう今の若い子なんて絶対知らないよねっていうのに、これはさすがに、昔はね、昔は語ったるよっていう人いると思いますよ。どうしようかな、直近3年ぐらいでしょうかな、直近3年でコンビニで CDR の買った人がいる、どうだ、これならさすがに02セット、02セットのあれだったっけ、ということで、さすがにこれはないんじゃないかなってことで、もし、いやバリバリ CDR 仕事で使うんで買いますよとかっていう方で、ね、いらっしゃったらぜひね、またコメントだったかで教えていただけたらと思います。ぜひ情報提供をお願いいたしますということでね、今後もね、とりあえずセブンイレブンさんで一番これかなということで、あとね、ファミマさんとローソンさんとニップでミニストップ回って、前これはねえだろっていうやつ頑張って探してみます。でもね、それ以上にね、やっぱ魅力的な商品がコンビニいっぱいありますんでね、ついつい買っちゃうのか知りませんけど、まあそれはそれで幸せになるんでいいじゃないかということですね。なんなら店員さんからですね、こんな商品ありますよ、っていうね、情報提供とかも、ぜひお待ちしておりますよ、ぜひコメント欄でお待ちしておりますのでね、もしね、この動画面白いなと思っていただけたらですね、高評価ボタンとか押してもらったりね、チャンネル登録とかね、してもらっていいんじゃないかなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画お家はあんまなかったんですけどね、こんな感じで終わってきます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。朝の4時から何やってんだろうね。